待たせたよね。そっか、じゃあよかった。なんかちょっと照れくさいね。並木道に行ようか。気を使って今来たところって言ったろ。うん、でもさ、今日日本中で何組のカップルが同じことを言ったろうって考えたらおかしくて。そうだね。けど、女の子だけ敬語ってカップルはあんまりないんじゃないかな。その先輩ってのもやめないか。ここは学校じゃないし、大して歳も違わないんだし。太郎でいいよ。呼んでみて。ねえ、お願い。ほら。ほら、先輩を呼び捨てにしたな。冗談。すぐムキになるんだな。おいで。はあ、もうこんな時間だ。楽しかった。その呼び方まだ慣れない。実は僕もだ。でもいいよ、これから二人で慣れていけば。じゃあまた学校でね。さよなら。